頑張らない暮らし、年末のおせち作りと撮影、ほんと疲れたよ。名古屋に移住したけど買い物は徒歩、自転車も自動車もないからね。自転車くらい買えよって話なんですけど、家の駐車場がパンパンなんですよ。割り込んでぎゅうぎゅうに押し込むのもなんか地味に勇気がいるからね。歩けばダイエットにもなるしな。ズボラだし適当人間だけど、食い意地根性だけは負ける気がしねえ。飽き性だけど料理だけはずっと好き。これまで割と真面目な感じで料理動画をアップしてきたけど、しかも2017年に YouTube 始めたにもかかわらず、ズボラが好きるおかげで底辺料理バカチャンネル爆走爆走中。まあもういい年なのでちゃんとやってます風に見せたいとこですけど、もう頑張らなくてもいいかなって、ありのままでいよう、そうしよう。東京でも自分を偽って生きてきたのかもしれない。他人の目ばっかり気にして自分の心を置いてけぼりにしていたのかもね。ねばならぬ。お、もう卒業しよう。まあやらなきゃいけないこともあるけどね。石の上にも3年根性我慢。バイバイ。自分の幸せをとことん追求して、嫌なことは嫌って言える、さっぱりした自分になりたいじゃない。苦しくて生きるのが嫌になったら自分をとことん甘えさせて、心の声に耳を傾けて、美味しいものを食べてたくさん寝て、好きなことをたくさん集めたら明日もねいい日になっていくはず。我慢ばっかりしているうちに人生が終わらないよう、今日を楽しもう。